タイムレスの菊池風磨が主演するテレビ朝日系連続ドラマ私たちが恋する理由、毎週土曜午後11時第3話が26日に放送され、お笑いコンビ団バレルーヤマヒル、よしこがサプライズ出演した。本編は松氏の人気コミックシュークリームアワフィール連載を菊池×熊田凛花でドラマ化。年齢を重ねるごとにいろいろ考えてしまって踏み出すことに臆病になる大人の恋、それでもどうしても恋をしてしまう。オフィスを舞台に6人の男女が繰り広げるじれったくもほろ甘い大人のピュア恋決定版となる。2020年から主演の菊池とバラエティで息の合った掛け合いを見せる頑張れルーヤ。気心の知れた間柄ながらドラマ現場で顔を合わせるのは初めて。さらに頑張れルーヤの連ドラ出演は元カレマニア2019以来5年ぶりのこととなる。マヒルとヨシコが演じたのは企画開発部の社員。青い熊田への恋心を自覚した黒沢菊池は新入社員伊丹瑞希木大和人と2人きりで出張に行くことになった彼女を複雑な気持ちで送り出す。しかしどうしても葵のことが気になってしまう黒沢が無意識に彼女の座席を見つめていたところ、近くで打ち合わせ中だった頑張れルーヤ扮する同僚2人が私たちのこと見てましたと勘違いした挙句言いがかりをつけてきて。第4話は11月2日土曜に放送される。菊池が演じるのは営業部の課長で寡黙な主人公黒沢智也。煩わしい人間関係の火種になりそうな恋とは距離を置いていたはずの黒沢に、熊田演じる部下の森田葵が変化をもたらすこととなる。共演には締めかけ竜や斉藤渚、角層、山崎弘奈が決定。葵の同期で涙もろく優しい性格がゆえ、異性からは優しくて良い人とは思われるが恋愛対象に見られにくい坂本龍を締めかけが、デザイン部に所属する葵と坂本の同期を付けよう斉藤が、黒沢の同期で人を傷つけないようにとするあまり恋に臆病になる大島慶を書くが、黒沢と大島の同期で後輩から慕われるも恋愛には不器用な市川彩香を山崎が演じる。第4話は黒沢菊池風磨は出張先で体調を崩した青い熊田凛花のもとへ慌てて駆けつけ、思わず放っておけないんだと抱きしめる。黒沢はこの一件以降自分の気持ちを葵に伝えられていないことが気になっていた。葵から黒沢との出来事を聞いた葵の同期系斉藤渚はあれこれ妄想しながら黒沢をじっと見つめる。すると偶然大島角層がそんな K の姿を目撃し大きな誤解をする。一方坂本締めかけ竜也は好意を寄せる先輩綾香山崎弘奈を食事に誘うことに成功。ところが突然の豪雨で急遽綾香の自宅で雨宿りすることになる。そんな中意を決した黒沢は話がしたいと葵を自宅に誘う。公式ホームページなどで見ることができる予告動画はサウナで「友や彼女できたのか?」と黒沢へ尋ねる大島からスタート。森田さんと話がしたい、もしよかったらうちに来ないと誘う黒沢に、不意気味で行きますと返す葵。そしてあの人と葵ちゃんがねと妄想を繰り広げる系は黒沢を見つめながらにっこり。一方の坂本は雨の中入ってくださいと綾香へ傘を差し出し、あいあい傘を。そして雨が収まるまでここにいなよという綾香からの誘いに、え、いいんですかと喜ぶ。最後には黒沢が葵へ、恋愛を軽く楽しむなんて無理なんだ、森田さんには俺なんかよりもふさわしい相手がいるはずなんだと伝え、葵が切なそうに涙を流す姿が切り取られている。予告動画にはドキドキ、キュンキュンいっぱいだ、坂本くんかわいすぎるなどの言葉が寄せられている。